こんにちは、理研ケーキの大久保です。本動画ではポータブルガスモニター GW3 シリーズの製品特徴をご紹介いたします。 GW3 シリーズは世界最小最軽量クラスのガスモニターとなっており、作業者の邪魔にならず様々なところに装着可能なところが特徴です。重さはわずか約 45g で軽量設計となっておりますので、このように腕時計のように装着することができます。また小さく軽いためブリージングゾーンにも違和感なく装着できます。プラントの防爆エリアや地下建設現場など可燃性ガスや毒性ガス、酸欠の危険がある現場では作業員の安全確保のために襟元や胸など口や鼻に近いブリージングゾーンにガス検知器を装着することを推奨いたします。現在 GW3 シリーズは6つの型式ラインナップがございます。 GW3O2 対象ガスは酸素、フルスケールは0から40ボリュームパーセントになります。角膜ガルバニ電池式原理を採用しており、連続使用時間約4000時間と電池交換なしで長時間の使用が可能です。 GW3OX、 こちらも酸素0から40ボリュームパーセント検知になりますが、検知原理に低電位電解式を採用しております。またローズ対応をしており、ヨーロッパでの販売が可能になっております。 GW3CO、 対象ガスは一酸化炭素、フルスケールは0から 2000ppm になります。低電位電解式を採用しており、連続使用時間約4000時間と電池交換なしで長時間の使用が可能です。 GW3C-、 こちらも一酸化炭素0から 2000ppm 検知となりますが、水素の干渉を低減した仕様になっております。一酸化炭素と水素が共存する現場、鉄鋼市場のお客様などに最適な仕様となっております。 GW3CX、 デュアルセンサ搭載により1台で一酸化炭素と酸素の同値検知が可能です。 CO はフルスケール0から 2000ppm、 O2 は0から40ボリュームパーセントと他の仕様と同じ検知範囲になります。 GW3HS、 硫化水素検知用となります。フルスケール0から 200ppm とワイドなレンジ仕様です。従来のガス検知器はアラームの鳴る警報点は2段階で設定されていましたが、 GW3 シリーズでは3段階で警報点を設定することが可能です。警報点は本体にて設定変更可能ですので、現場ルールに合わせて正しくご使用ください。以上が小型軽量ガスモニターGW3 シリーズの大きな特徴となります。詳細情報が必要な方はぜひお問い合わせください。